ありがとうございました。みんないつもありがとう。またね、バイバーイ。はい、ということでライブ終わりまして、今日はちょっとお腹が空いているので買いに行ってきます。ドライブがてらピュン。時間的にね、西日が明るいんじゃ。到着。ポテトの M と、はい、ナゲット5ピースの、バーベキュー、はい、あとマックフルーリーのキットカットを1つ、はい、以上でお願いします。めっちゃいい匂いする。お腹空いた。マックを買うとね、車の中がマックの匂いになりますよね。さあ、帰宅。マックとかめっちゃ久しぶり。限定のやつ買ってきちゃった。いただきます。めっちゃお腹空いてる。なんかポテトをアイスにこうつけて食べると美味しいって聞いたことがあったのでやってみます。うまい。まさかのめちゃうま。ナゲット大好きなんだよね。めっちゃ美味しい。マックのハンバーガーはあんまり、もう本当に全然食べたことないぐらいなので、マック食べるってなった時はポテトとナゲット、絶対もうここしか買わないね。今日はバーベキューの気分。おいしい。なんかめっちゃ久しぶりに食べる。みんなはマックで何が好きですか？マックめっちゃ好きな人いたらおすすめのメニュー教えてください。ごちそうさまでした。うん、美味しかった。よし、ちょっと早いけどさっき外行ってちょっと花粉がついてるのですごい嫌なので、お風呂入って動画編集したりゲームしたりいろいろしていこうと思います。よし、お風呂行こう。はい、ここまで見てくださいましてありがとうございました。バイバーイ。